ここは2番小屋。私はローラさんに初めて出会ったのだ。今、ローラさんの夫、パブル氏の埋葬が終わった。しかし、ここに遺体はない。彼は、旅先の事故で亡くなったんだ。ローラさんに残された箱には、メガネだけ。切り割れたレンズが、パブル氏を襲った運命を物語っていた。パブロ、あんたは下がってて。私も戦います。
you